はい。よし。よし。あれ。あげませよ。あげませよ。何？いや、ちょっと動画回そうかよ。また？お前それしか言うことない。今日は何しますか？超どうでもいい動画撮っていい？はい。これさ、音楽とか流したら著作権に引っかかるよね。全然わからない。なんかそんなことは聞いたことあります。だよね。でも音楽ってさ、どれがいくよ？じゃあいくよ。はい。いくよ。これがあったら大丈夫？大丈夫なんじゃないですか。いや、全然わかんないですけど。これは大丈夫でしょ。俺これ得意なことあるよ。はい。今日タコケ特技出すわ。はい。俺イントロドンめちゃくちゃ得意ね。え？ちょっとやらない？あ、いいです。やりましょう。自分が流しましょうか、なんか。そうそうそう。お前が流して。で、まあ、ちょっとカバーとかはさ、ちょっとむずいな。はい。はい。ちょっと一回練習していいですか？いいよ。君はロックなんか聞かない。おすごくね、今のだからガチですごいと思うんだけど、自分いきます。あ、長すぎた。長すぎだろ。テルマ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 、あなたのこと私は今でも思い続けているよ。これいこう。いきます。え、そんな分かんないと思ってるの？ねえ、分かんないと思ってる？分かんないと思うす。余裕でしょそんなの。ねえ、嵐のデビュー曲だよ。嵐で嵐だよ。すげえ。これやらせに見えるかもしんないからね。マジやらせないんで。英語流すと英語読めないから日本語。有名なのにしてなるべく皆さんも知ってるよ。あ、これでいきましょう。カイト。カイト。もう嵐やめてもらっていい？あ、わかりました。もう嵐、今嵐の中の人が嵐、次も嵐じゃねえみたいな。え、今のはさ、うん、今のはさ、始まってないですか？え、歩いていこうじゃない？違うっす。え、もう一回出して。今、え、歩いていこうじゃないそれ。違うっすよ。生き物係じゃないの？生き物係です。え、ちょっと待って、もう一回やって。ああ、そっちか。流して。ちょっと歩いていこう、流してみて。これ一緒や。一緒や最初。お前このさ、だけど分かった、お前キモいだろ。もういいよ。流しすぎ。ドルチェドルチェ。ドルチェ。香水香水。はい、行きます。これ。ああ、流しだ。初夏の晴れた昼下がり。私はなんだっけ、アンマー。アンマーです。ちょっとちゃんと選んで。あ、これいきますよ。余裕です。余裕です。なんでしょう。魔法の絨毯。すごい、何しよう。あ、これいきます。そう、俺は俺や。ちょっとね。目を覚ましてよじゃない？何でしたっけ？え、 AM11 時のオルゴールじゃない今の。え、そうです。怖っ。すごくね。ティ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 の音程で分かった今。余裕です。I love you。え？クリス・ハートちゃんね。はい。もう余裕だよ。すごくね。これガチでやってるからね。え？あ、これ。これはもう。え？ちょっと聞こえなかったんだけど。え？もう一回。ちょっと待ってくださいね。いきます。はい。何今何それ、もうちょっと欲しくない？いきます、いきますよ、うん、何だよ、分かっちゃったじゃん。昔の子。
これいい問題じゃないですか。ちょ、もう一回やって。え、早くすぎた。え、俺この曲知らないと思う。え、ちょ流してみて、そのまま。あ、分かんない、ごめん、分かんない。知らない。何て言った？明日への手紙、明日への手紙。それ誰が歌ってる？てなんとか葵ちゃんです。てなんとか葵ちゃん。もう流し、流しすぎ、流しすぎ。あ、そうか、著作権、著作権。次次次。これ誰かのカバーですか？あ、こんなん余裕じゃん。今のでよかったんですか？え、こんなの想像じゃないの？すごい。全然わからなかった。え、誰がカバーしてるの？クリス？いや、ま、夏川りみちゃん。その人の歌や。え、そうなんすか。もうこれはもう絶対分かんないと思います。余裕。ねえ、だーりんでしょ。合ってます。今の分かるね。何に流せばいいんだ。これもう一人いたら面白いよね。あー、ね、どっちが早く。あ、いきます。チキンライス。俺より1個しかなってなかったよな。え、今の誰？なんすか？どっちのやつ？マギアラ？マギアラの浜田？そうです、うん、ちょっと、まあそれ今やってんじゃん、はい、超どうでもいい話、はい、ちょ、どうでもいい、バドミントンあんま関係ない話、はい、お前イテオンクラス見た？イテオンクラス見ましたよ。なんでさ、あの主人公、主人公の名前なんだっけ？イテオン？違う、それイテオンじゃん。主人公いるやん。はいはい、なんであの主人公さ、はい、血迷って最後あの子行っちゃったの？結論超ロリになっちゃったってことでしょ。レストランのマネージメントをしてくれる天才少女みたいな子いたじゃん。 あ、はいはい、あの子と最終的に恋を結んじゃったじゃん。あ、そうでしたっけ。そうだよ。あの物踊りだ、幼馴染の子いたじゃん、はいはい、綺麗な子、はい、いやいやいや、そっちでしょ。何やってんのさ。え、見たんでしょ。見ました見ました。もう忘れた。あんまり覚えてないですけど。え、結構前に見ました。いや、あれ古いの？古い、まあ、愛の不時着の次に流行ったやつですよね。あ、そうなの。はい、あ、でも 2年ぐらい前じゃないですか、からずっとあるみたいな。パクセロイ。あー、そう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 。セロイ君。え、今お前仕事はおにぎり屋やってんの？おにぎりやってます。おにぎりやクレープ、おにぎりやって、夜夜中なんだっけ、居酒屋でバイトしてるの？そうです、そうです。そうなの。はい、ぜひ皆さん居酒屋へ。ん、居酒屋来てください。名前は一郎です。一郎のファンなのかな。特にあんまり面白い話もできないじゃん。まあ面白い話一個だけあるんだけど、うん、森岡はい、ピー。完全ピー。え、完全ピー。完全ピーです、本当にそれは。それは良くないです。いけるでしょ。ダメです、ダメです。本当に良くない。全力でピーです。え、お了解。あ、ピー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 。ピー。これはピー？ピーです、もう完全。あの、そういうの大丈夫。そんなこと言ったらお母さん喜んじゃうじゃないですか。ああ、それと、はい、だからダメですね。いや、これ言ったら疲れそうだから。何の話。最近出てそうだよね。それが一番ビッグニュースじゃない。お前どうせ最近俺のチャンネル見てないから聞くけど、はい、インターハイ3冠と全日本総合優勝どっちが大変？インターハイ3冠。なんで？理由は？じゃあお前全日本総合優勝できるのか。いや、できないですけど。3冠団体取って個人2つってことですよね、うん、体力面でもきついんじゃないですかね。全然予想の簡単だと。いや、そういうわけでもないですけど。質問この間来たよ。はいはいはい。で、答えたんだけど、はい、いろいろ考えたらさ、全日本総合ってさ、まあ言ったら無限に、現役を辞めるまでは無限にチャンスがあるわけじゃん、はい、それでも優勝できる、できないわけじゃん、みんな、はい、その確率的に言ったらちょっとしかないから、インターハイの方が、はい、だから難しいっていうのは分かるよ、はい、チャンスがね、うん、言ったら3年の時に掴み取らないと無理なところもあるじゃん、はいはいはい、チャンスがめちゃくちゃ多い中で優勝できないんだから、あ、総合とかなかなかあれだよね。
まあ確かにそう考えたらそうですね。いきます。はい、でーんでででででんでん。いや分かりますよけど曲あれが分かんないです。歌ってみ。でーんでででで。ちょもう一回のシャス。分かりますよ、本当に分かりました。何何何。いや分かったんですけど何あれ出てこないです。歌詞じゃないですけど取材歌目が出てこないです。歌ってみな。でーん歌ってみろ。歌ってこれ得意なんですよ皆さん。本当僕に挑みたい人いたら言ってください。スナック出てくるのがすごいですよね。もう一回やってみ。はい、ちょっと時間経った。さっきの瞳を閉じてね。瞳を閉じて、うん、開いてる瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。あ、間違えた。いきます。何今の。え、あ、でも分かんないよ、うん、今の今のだけで、はい、でも海の声じゃないの。あー惜しい。え、違うの、うん、僕が行きますね。いいよ。ああ分かんねえよそんなの。もう今分かるけど、はい、え、正解です。ちょっと、え、ひまわりなのそれ。そうです。いきます。視聴者に見せて何流すか。あ、そういうことですね。だって画面がおかしくなっちゃう。これで回します。いきます。逃れよ。夏の終わりでしょ。夏の終わりです。すごくない。今ので分かるってやばくないですか。これいきます。これは分かんないでしょ。これね、いきますよ。ポケモン。あ。まさかそっから始まるとは思わなかった。お前さ、下手くそ。思いっきり答え言っちゃったし。これいきます。いきますよ。よいしょ。今のヨロカズでしょ。ヨロカズです。まあいいよ。まあとりあえず今回動画撮ったのはまあ森岡くんが、もうみんななんでモリモーリーが福岡に行ったポケモンを東京にいるんだと思ってると思うよ。ああ、うん、それならね、まあ俺はキッチンカーを目指すで、日本を制覇するっていう、てっぺんを取るの、はい。その目標ができたからそうなっただけであって。そういう感じでいいの。そういう感じ。嘘ついていいの。そうやって全国に嘘ついていいの。いやいや嘘じゃないですよ。え、本当なんで。お帰りでって言ったじゃん。目。え、いやいや、だからダメです。だから終わります。はい、もう出てくる出てくる。ナイス、お疲れ様でした。